皆さん、こんにちは。今日は三木優さんのことについて紹介します。まずは三木優さんの経歴とプロフィールから紹介します。1960年大阪出身、 PL 教団創始者の一族として生まれ、近畿大学在学中に石原慎太郎と出会い、1980年にドラマ西部警察の刑事役で俳優デビュー、危ない刑事など人気ドラマに出演するが、1996年に芸能界を引退し実業家となる。2006年に V シネマで復帰し、現在は秋山オフィス所属。撮影現場でひどい腹痛に襲われて、スタッフが買ってきた市販の胃薬を飲んだら一気に状態が悪化した。多分倒れたんだろうな。気づいたら病院だった。腹にヌルヌルしたものを塗られて検査されていたんだ。さらに造影剤を入れて検査をするのでサインしてくださいって言われたから、なんでと尋ねると、腹痛とかのレベルじゃないですという、何でもいいけど眠たいから麻酔してくれってお願いした後、目が覚めたら医者が3人僕の肺の写真を見ながら深刻な顔をしていた。見ると肺に拳大の白い影が映っていたから、これは大事だなと思った。それが2017年11月だった。病名は小細胞肺がんという肺がんの一種、進行が早くて転移しやすいがんらしい、すぐ入院ですと言うから、いやまだ撮影が3つあるからと立ち上がると、3人の医者が、あなたが今立っていることが我々の常識では信じられないと、しかも手術になるのかと聞いたら、手術はできませんと言うんだ。がん細胞が動脈や静脈に絡まっているから、どんな名医でも手術はできない状態で、ステージ4、余命1ヶ月、治療は化学療法、根治はしないと告げられた。3日間だけ猶予をもらって、その間に撮影を一つ済ませ、あとは祈祷師のところに連れて行かれたりした。こう見えて PL 教団創始者の孫だから、僕の周りは僧侶や宗教家だらけ。いざ入院となった時は、病院のカンファレンスルームに PL 関係や弟の人道教団の連中が30人ぐらい集まって、僕に抗がん剤を打たせる VS 打たせないで大喧嘩。主治医にまで、自分の家族にも同じ状況で、抗がん剤を使うのかと突っかかっていた。言われた主治医も、負けじと使いますよ、根治はしないけど僕は責任を持って三木さんの寿命を伸ばしたいんだと言い切った。僕はそれを見て、かっこいいなこいつと思って、任せることにしたんだ。後日腹部に転移も見つかって、治療は抗がん剤と放射線を並行していった。抗がん剤はシスプラチンなど3種類、それを5クール続けた。一時はつるっぱげになったけど、副作用で辛かったことは一つもなくて、嘔吐も一度もなかった。その病院には放射線設備がなかったので、毎回タクシーで設備のある別の病院を往復しながら5ヶ月間ほど入院したかな。その間、病室では教団関係者が毎日のように来ては祈っているし、全国からお見舞いの人が次々やってくるし、空手道場の若い子たちは生きててよかったと泣いてくれたりしていた。主治医は、三木さんの病室は濃くて危機快快ですねと笑っていたな。思えば自分よりも周りがあたふたしていた。自分はまるで死ぬ気がしなかったから割と平常心だった。でも何かあって周りに迷惑をかけちゃいけないから、余命宣告されてすぐに白金にある家やマンションを処分して寄進させていただいた。弟には、葬儀だけは小さくやってくれと伝えてね。そこまで準備したのに、どんどん良くなっていくから周りは不思議がっていたよ。5回目の抗がん剤治療が終わった頃にはずいぶん元気になっていたので、治療は終了。余命宣告をした主治医も事情があって病院を離れることになった。その去り際に、祈りってあるんですかねとつぶやいていたことが今でも印象に残っているよ。いろいろな高額医療を勧めてくれる人もいたけれど、大金をかけて治そうとは全く思わなかった。だから僕は主治医の言う通りの治療をしただけ。周りがいろいろ言う中で僕がそれを選んだのは、昔から医者と僧侶は大ごとにしろと言われてきたから、
それだけは守ろうと思ったまでのことだよ。ただ一つ勧められた花びらたけのサプリメントは唯一治療中から飲んだし、今も継続している。もちろん主治医も成分を調べて OK を出してくれた。なぜそれだけ受け入れたかというと、値段が1ヶ月分3万円ぐらいで手頃だったのと、そのはなびらたけを作っている人物の志に共感したから。そして実際僕が元気になったのはこれのおかげもあると思えた。宣伝するつもりはないけれど、今後は広めたいとも考えている。僕は命をいただいたから、人を救いたいと思っているんだ。僕は酒もタバコもやめていない。良くないと言われるけど、今何も問題ない。多くの知り合いが癌になって酒やタバコをやめたけど、結局は余命より早くあの世に持っていかれるのを見てきたからね。医者の言うことは大体従うけど、酒とタバコはやめないと決めていたんだ。ただ安心できないのは体重が元に戻らないこと。倒れるまでの1年で30キロぐらい痩せて、それからあまり太れない。今やっと55キロ前後まで戻ってきたけど、本当は70キロぐらいは欲しい。これでも昔はムキムキだったんだから。1980年テレビドラマ西部警察でジョーこと北条拓刑事役としてデビューし、たちまち人気を博した三木優さん。そんな三木さんのその後について調べてみました。三木さんは1960年1月17日生まれ、大阪府富田林市のご出身。身長180センチ、体重72キロ、血液型は A 型、学歴は近畿大学卒業。趣味はスポーツ、特技は空手、英語ほか、高校時代にはスイートママプロジェクトというバンドを結成して、キーボード、ボーカル、ドラムなどを担当されていたそうです。また本名は三木徳光ですが、三木一家は PL 教の教祖の一族で、お手伝いさんが何人もいるようなお金持ちの家庭で育たれたそうです。ちなみに芸名の優は石原裕次郎さんから一字もらって名付けられたそうです。三木さんは近畿大学在学中、石原慎太郎さんのテニスの相手をしたことで、石原さんにスカウトされて石原プロモーションに入られたそうで、1980年11月テレビドラマ西部警察でジョーこと北条拓刑事役として鮮烈なデビューを果たされると、得意な空手を生かした豪快なアクションを披露し、たちまち人気を博しました。そしてその後も映画では1987年危ない刑事、1988年またまた危ない刑事、1989年最も危ない刑事、テレビドラマでは1985年ただいま絶好調、1986年私鉄沿線97分署第85話危ない刑事、1988年もっと危ない刑事、1989年大中シングラゴリラ警視庁捜査第8班第32話、1990年刑事貴族2第1話、1991年代表取締役刑事第40話、火曜ミステリー劇場瀬戸の田島美殺人事件、青い海辺の白いマリンホテルで、1992年スローニンブライリョに4匹の用心棒4、カカシ半兵衛一人旅、風林火山、江戸中町奉行初代にシリーズ第3話、1993年4匹の用心棒5、カカシ半兵衛ブライ旅、お助け同心外区第1話、1996年秀吉土曜ワイド劇場、瀬戸内殺人愛家、湯けむり四国道後温泉、私が愛した女2人、土曜ワイド劇場、信長不思議連続殺人、喪服の美人妻に謎の狂気など刑事ものを中心に出演されていたのですが、1996年には芸能界を引退して東京の恵比寿で浄水器のネットワークビジネスの会社を起こし、これをきっかけに実業家に転身。ただ2006年には V シネマ新セーラー服刑事セーラーコップスのゲスト出演で俳優に復帰されており、その後も本業に支障が出ない範囲で V シネマを中心に映画やテレビドラマにも出演されているそうです。映画では2010年
さよなら夏休みと、特に V シネマに数多く出演されています。さて、いかがでしたでしょうか。 PL 教の教祖の一族だったり、ネットワークビジネスだったり、ちょっとうさんくさく謎の多いミキさん、ぜひ一度バラエティ番組などに出演して、そこんところを話してほしいものですね。期待しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。